はい、どうも、尾形千恵里担当プロデューサーのテクタンと申します。はい、本日10月の18日にガシャ更新がありました。 SS レア2人追加となっております。はい、1人目がキャシー、2人目がエリカ、この2人の SS レアの追加となっております。2人ともね、笑いをテーマにしている感じでね、もうすごくいいコンビの追加だなというふうに思いました。うん、衣装もねすごく可愛いんです。はい、ということで、ではアイドル詳細を見ていきたいと思います。はい、まずではこちらのキャシーの方から見ていきましょう。はい、笑いの中心キャシーグラハムということで、ダンス特化の江戸っ子魂ここにありということで、まあ、キャシーらしいね特技で、チューニングとなっております。サインがねすごい渋いよね。で、特訓後がこのような感じの衣装になります。ちょっとね手品感、パレード感があるよね。イリュージョニスタのようなねちょっと雰囲気があって、なかなか華やかで可愛くなっております。はい、こちらで S レアを見ていきましょう。ブライトロワイヤル、水の緑ということで、緑さんが来ております。ボーカル特化の判定強化となっております。特訓後の衣装はこのような感じでね、かっこよい感じのね、ステージ衣装となっております。すごくかっこよく歌いそうな感じになっています。はい、じゃあね、3D モデルを見る前に、エリカの詳細を見ていきましょう。はい、みんなの人気者、赤西エリカということで、エリカはボーカル特化のコンセントレーションとなっております。学祭みたいな感じかな、イッツショータイムということでね。はい、そして特訓後がねすごく可愛い、すごく可愛い、本当に個性的な衣装でねすごく可愛いんです。モデルビューアーで見た方がね可愛いと思うんで、ちょっとキャシーから順に見ていきましょう。はい、キャシーの衣装はね本当に華やかな感じで、すごい全体的にキラキラしたようなスパンコールっぽい感じの素材の衣装となっております。色合いもねオレンジからピンク、すごい暖色で明るい感じで、でも絶対イリュージョニスタにねぴったりな感じの衣装やなっていう、そんな感じの印象があります。はい、そしてエリカの衣装、エリカがね、あの風船、バルーンアートって言えばいいんかな、そんな感じで、なかなかサーカス感がある感じで、すごく可愛い。もう至る所にバルーンアートがあってね、本当にすごい個性的な衣装でね、それを着こなしてるエリカがね、すごい可愛い。サーカスっぽい、ピエロっぽい感じでね、この目の下にハートがあったりするけど、ピエロっぽいけど可愛らしさもあって、ね、すごい可愛い衣装となってて、いや、なかなかね、2人とも華やかなすごいステージに映えるような衣装なんでね、お迎えしたいところでございます。はい、ということで、じゃあ納税2人とも弾いていきたいと思います。ではまずキャシーの方から弾いていきましょう。はい、はい、ロードなしです。はい、レアでプレちゃんでした。はい、じゃあ続いてエリカの方を引いていきましょう。ノーベお願いいたします。すごい優勝スタージュエルが少なくなってるんやけど、もうこれはそろそろ課金しないとやばいね。あれ、はい、あ、あ、S レアや。でもロードがなかったんで、はすみちゃん、はい、コールミーメイビーはすみちゃんでした。はい、ということでね、ピックアップは出なかったんですが、このガシャが、21日まで続きます。いや、また2人追加ね、なったの嬉しいね。ボイスなしで初 SS レアの子が、こうやってね、また SS レア実装の子が増えてくれたのは、いや嬉しいです。
もうちょっとかな、もうちょっとで全員かなみたいな、あとどれぐらいで全員なるかなっていう、すごく楽しみにしております。今後のガシャもね、期待よね。コードギアスとのコラボガシャとかも出るんかなとか、ちょっとドキドキしたりしています。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。